ところって風が気持ちいい。それに月がとっても綺麗ね、ヒース。それだけ余裕があれば初仕事もバッチリだね、ご主人様。もう口が減らないんだから。私がこんな時間にこんなところにいるのはとても深い訳があるの。それは私の家ってちょっと変わってて、望月家に生まれた女は女街道となって世の中を陰から見守るべしという家訓があるの。江戸時代、女ネズミ小僧として活躍したご先祖様から数えて私で8代目。お母さんは7代目女街道のプラムドとして活躍したんだって。お母さんはお兄ちゃんが生まれる前に引退していたし、プラムドのことは全然話してくれないの。だからお母さんがどんな仕事をしていたのかは新聞で読んだことがあるくらいで、私もよく知らないんだ。でもすっごく綺麗でかっこよかったってお父さんが言ってた。私もそんな怪盗になれるといいな。17歳の誕生日を迎えた私は、望月家の家訓通りついに女怪盗アプリコットとしてデビューすることになったの。でも怪盗を継ぐにはある試験を受けなければならなくて。時が過ぎるのは早いものね。とうとうデビューの日が来たけれど、心境は？もう私嬉しくって、10年間辛い特訓に耐えてきたのも今日のためだもん。アンズは結構そそっかしいところがあるから心配だよ。お兄ちゃんが代わりに行こうか。お兄ちゃん、まさかあの衣装着て私の代わりにアプリコットやる気？それは明暗だ。そうしよう。こらこら、そう、そんなことしたら望月家末代までの恥よ。アンズの怪盗としての才能は7代目元女怪盗プラムドのこの私が保証するわ。心配しなくても大丈夫。筋トレ、10キロマラソン、砂浜ランニングに延々、これを毎日やっても倒れない女子高生なんて、確かに全国探してもそういないかもしれないけど。そうだお母さん、いい加減に私の試験の内容を教えてよ。もう気になっちゃって。あら、そうだったわね。試験といってもこれはちゃんとした回答アプリコットへの依頼なんだから、心して聞きなさい。依頼？誰からの？依頼人は私、元女回答プラムドとして依頼するわ。川村元気、周防敦史、屋敷渉、松原大樹、のハートを盗むこと、これが怪盗アプリコットへの最初の依頼よ。女としての魅力も女怪盗になるには必須条件。他の部分はまあ合格点を上げられるけど、アンズはもうちょっと女として洗練されないとダメよね。ちょっと待ってよ、盗むってものじゃないの？ハートを盗めだなんてめちゃくちゃよ。あなたが何を言ってももう変更はできないわよ。もし失敗したら特訓のやり直し。そんな、川村元気って超人気アイドルじゃない。それに松原大輝ってまさか。アンズが大好きなあのサッカー選手、日本が誇る名フォワードの松原大輝よ。嬉しいでしょ。お母さんのバカ、そんな恥ずかしいことできるわけないじゃない。周防敦史は青蘭高校の生徒だろ。名前を聞いたことがある。他の二人は？屋敷渉は公園前のたこ焼き屋、アンズ学校帰りによく買ってたでしょ。一ノ瀬智明は女怪盗を追ってる新聞記者。たこ焼き屋ってまさか涼子ちゃんのいとこの？それに女怪盗を追ってる記者に自分から近づくなんて自殺行為じゃない。なかなかバラエティ豊かで楽しそうじゃないか。お兄ちゃん、もう一言だと思って。だいたいその5人ってどういう基準で選んだわけ？それを探るのも試験のうちよ。私が何の脈絡もなく彼らを選んだと思う？やっぱり何かつながりがあるんだ。全然、顔がいいのを選んだらそうなっただけよ。
事件とはいえ、こんなにいい男5人も相手にできるなんてあなた幸せよ。まあ、お父さんには負けるけどね。もう3年になるのか。お父さんが帰ってこなくなってから。いつになったらどこにいるか教えてくれるの？お母さん。もう少しよ。お父さんもきっとどこかであなたの姿を見守ってるわ。さあ、文句はそれくらいにしておいて着替えてらっしゃい。はーい。あ、そうだ、ヒースを起こさないと。ヒース、今日から仕事よ。了解、ご主人様。準備できた？うん、バッチリ。とっても綺麗よ、アンズ。心配しなくても大丈夫。きっとうまくいくわ。おばあちゃんにも見せてあげたかったわね。桔梗おばあちゃんか。あんなに元気だったのにね。私も見てほしかったな。アンズ、これ忘れるなよ。コウモリの翼型グライダー、ヒースと同じ色に変えておいてやったぞ。ありがとう、兄ちゃん。やっぱり怪盗は空飛ばないとダメよね。論理的にはそれなりに飛べることになってるけど、さすがに自分で使って試すわけにいかなかったからな。あまり太るなよ。ちょっと、本当に大丈夫なんでしょうね。大丈夫よ。ヒースもそれもお父さんが作ったものなんだから。それよりも壊したら承知しないわよ。分かってるって。アンズ、ごめん遅れた。あ、リョウカちゃん来てくれたんだ。遅れてごめんな。でも間に合ってよかったわ。うわぁ、その衣装よう似合ってね、ありがとう。リョウコちゃんがいなかったら私途中で怪盗になるの諦めてたかもしれない。いやいや、照れるやないの。私の方こそ感謝してるんやで。大事な秘密話してくれて。なんか辛いことがあったらすぐ言いや。うん、そうだ、忘れるところだった。アンズ、これを持って行ってほしいんだ。交通安全のお守り？そう。夜道は暗いから気をつけるんだぞ。なんか違う気もするけど。ありがとう、お兄ちゃん。さあ、アンズ、早く行きなさい。うん、お母さん、お兄ちゃん、リョーカちゃん、行ってきます。ご主人様、何思い出し笑いしてるのさ。ああ、ごめんごめん。それじゃあ行きましょうか。本日のターゲットは日東テレビ局。レッツゴー。